王朝計略は、天文24年10月12日から工事3年4月3日まで、行われた、秋の戦国大名毛利元成の大内資料数王、長戸侵攻作戦のことである。天文24年10月の五福島の戦いにより、元成は、大内軍の主力である、東春方軍を撃破し、その勢いをもって、巣王、長戸両国の攻略を計画した。まず10月12日に、 五福島から秋、諏訪国境の商法に陣を移し、作戦を練った。大内軍は、本拠地山口に、大内義長と内藤隆代の兵三千、そして山口までの防衛拠点として、杉の森高安の連営山城、杉、総三、杉隆太親子の倉掛山城、江良県仙、山崎沖森の主満、沼城、 そして東春方の居城で着南の東長房が守る、富田若山城、宇田高史城の宇田が竹城などそれぞれの城に城兵が、小もり、毛利軍を撃退する準備を整えていた。また、岩見三本松城の吉見正よりを警戒する、野上ふ忠ただの軍勢が、長門都戦場に配置されていた。元成はまず調約で、大内陣営内部に揺さぶりをかけた。 10月18日に書状を持ってあっけなく杉の森、高安は降伏、毛利氏に降った、連華山城に隣接していた倉掛山城の杉高市、安氏もその方を受けると、杉の森高安同様に降伏した。しかしこの降伏した両名は、普段より、仲が悪く、高安は、竜安氏の降伏が偽りであるという証拠を元なりに、差し出し、ここに、毛利軍と、 竜康氏との関係は決裂した。10月9日より、毛利軍7000が攻撃を開始し、杉軍は兵2600で迎え撃った。杉軍は、倉掛城本丸2000、二の丸に800、倉掛三頭部の谷付原と、死頭に400ずつの隊で布陣したとされる。杉軍は前線するも、14日または27日未明に、毛利軍が、 倉掛城の絡む手より奇襲をかけて、杉親子と城平1300を打ち取り、落城させた。現在でもこの倉掛城では、この戦いの際に焼けた米が出土する。翌11月には、毛利法の村上水軍が、大島軍の宇賀島を攻め、大内方の宇賀島水軍を討伐する。島が一時的に無人島になるほど、徹底的に掃討されたと言われる。年の年明けまでに、 九賀軍の地侍らの多くは、毛利氏に服属したが、山城地方の豪村は、西軍寺の山城にこもって、毛利軍に抵抗した。毛利軍は、山城地方の平定に当たっていた、坂本優が入っていた、高森城から西軍寺城を攻め、2月12日頃に、落城させたと言われる。また、同月18日には、三瀬川で、大内義長軍を撃退した。この頃、 大内方の手から離れた岩見銀山を確保しようと動いていた出雲国の天腰に対抗して吉川元春が率いる軍勢は岩見国へ向かっていた。また九州の大友氏が傍聴計略に介入するのを防ぐため正治元部を大友領府内に派遣している。この外交交渉で九州の大内領を大友氏が平定することを容認し、その引き換えに 傍聴計略へ干渉しないよう依頼している。さらには、同年秋に、非全国の竜像寺高信とも結んで、万が一に、大友氏が敵に回った場合への備えをしている。主満マン沼城跡と毛利軍が布陣した、道徳山占領した久賀軍のイ部と、戦力再編の後、岩国の栄光寺に本人を移していた毛利軍は、角軍にある主満マン、沼城の攻略を目指した。4月20日に、 小早川高影率いる軍勢五戦が攻めるが、沼城にこもる城主、山崎木森と大内支援軍、エラ県戦に撃退される。老城側は、三方を小宅に囲まれた城の近くを流れる、小辻川をせき止め、水かさを上げて防備を一層強化していた。老城兵の数は三千とも、愚賀軍からの廃山兵らも加わった一万とも、伝えられている。 9月22日には、毛利竜源が軍勢を率いて、再度攻撃するが、やはり落とすことはできなかった。工事3年2月には元成自身が一万余の軍勢を率いて、沼城攻略を再開した。元成は、沼城の背後に位置する緑山から連なる峰に、本陣を構え、竜源は、東側の権限。さらに、緑山の西側にある熊のには、 山口からの増援に備える軍勢を配置した。2月19日より始まった毛利軍の攻撃に対して、上兵は頑強に抵抗したものの、3月2日早朝の総攻撃で毛利軍は投げ入れた変築とむしろ出ぬ町を埋め立て城に迫り、牢城していた男女1500人余りが斬殺された。この時、毛利軍は初めてひ縄銃を戦闘に使用している。 このような毛利軍の猛攻により、まず、エラ県戦が降伏し、その後に、強制も沼城を出て開城した。元成は、強制が、元年家に仕えることを望んだが、強制はそれを誇示して自害している。山口攻略時に、毛利本人が置かれた豊府天満宮の大戦法、元成による、相信交が進んでいた頃、大内氏の家臣団の内部崩壊も進んでいた。 当時の本拠である富田和歌山城は、当春方の着難である長房が弟、丁明らと共に籠もっており、五福島から脱出した岩見国守五代の戸田高盛も滞留していた。しかし、大明寺の変後に、春方に撃たれた、武前国守五代、杉重則の維持、杉重助が襲撃する。重助の強兵は、毛利と通じていたとも言われ、この長房らは、防ぎきれずに城を捨てて、 流門寺に逃亡して3月2日に自害した。父親の敵である同志を撃ち滅ぼした、重助であったが、これに起こった、内藤隆雄が重助の討伐に動く。議長はこれを仲裁して、止めようとするも失敗し、両者の軍勢は、山口屋と河原で戦いとなる。この戦いで、山口の町は焼かれ、敗れた重助が、抱富にて撃たれたのは3月4日であった。3月8日に、 東市維新が残る富田和歌山城を攻略した毛利軍は12日には富田和歌山城を出発して山陽道の浮野峠より豊富に進軍した。豊富の天神山には松崎天満宮に鷲津流星と朝倉広志望が率いる大内軍2000が駐屯していたが毛利軍の大軍により壊滅する。この時の毛利軍は兵2万人及び城西不利により 山口へ撤退しようとしていた衆頭、朝倉勢を沢川周辺で打ち破ったとされる。一方、宇田が竹城の宇田高史上や野田長房らは、元成の勧告に応じて降伏した。この降伏は、元成が富田和歌山城に入城した後に送った書状によるとも、衆頭、朝倉勢の敗北後に、毛利軍が迫ってからの降参とも言われる。宇田が竹城には、 港成政が上磐として入り、毛利軍に振った宇田隆史良は、山口攻めの先法として、表情山の砦を落とすなど先行を挙げている。抱負を制圧した元成は、松崎天満宮の大戦法日本人を移して、山口総攻撃の指揮を取ることとした。大内吉長の最後の抵抗拠点となった、勝山城跡議長と、高史世の軍勢のみとなった、大内軍は、 五福島の戦いの後に築城が始められたばかりで、未完成の高根城に籠城した高根城の南の守りとなる市場、姫山城には、新次高吉が入っていた。しかし、先の4日に行われた、杉茂助と内藤隆代による戦いで、山口の町は、焦土と化しており、そこへも隣に組みした。 吉見正よりも阿武軍都戦の野上坊中勢2戦を排除して宮野口へと迫っていた。京都同様に防衛には向いていない山口を放棄した議長、劉与らは長戸と浦軍の、かつ山城へ逃亡した。その情報は15日には毛利本人に報告された。毛利軍は山口へ進攻し、姫山城の新事勢は降伏。毛利本隊は山口の占領に動き、 大内義長追悼は、福原貞田に五千の軍勢を預けて一任する。そして、大内義長の実家である大友氏の援軍を阻止するために、陸路で千余機を下関へ向かわせ、さらに、長門のを名だから関門海峡にかけてと無前一帯を、のみ宗勝を主力とする毛利水軍や村上水軍を派遣して、海上封鎖を行った。なお、 前年のものと思われる11月19日付の元成の書状で、堀立直政が赤間関の要害を攻略したことを称しており、吉長らの退路は早い段階で立たれていた。また、毛利軍にこうして山口へ入った吉見正頼の功を称えた元成は3月22日に縁を催したとされる。議長が立てこもった勝山次郎は健常であり、 城を包囲した福原勢の城攻めは難航した。そこで元成は福原貞だに反対する議長を説得して、これを受け入れた。高潮は4月2日に自陣し、議長は会場したかつ山城を出て町福院に入った。しかし、翌3日に福原勢は町福院を包囲して議長に自陣を迫った。図られた議長であったが、もはやどうすることもできずに自害した。 当春かだなき後を支えた当氏の中心、野上坊忠氏も、長房の着し鶴寿丸を殺害の後に自害した。これにより大内氏と当氏の正当なる後継者は絶え、元成による傍聴契約は完了した。元成は4月23日に抱負を立って吉田軍山城へ外旋した。傍聴契約の完了から2ヶ月後の工事3年6月、元成が帰国した気を捉えて、 投資家臣であった佐藤総財門上府氏が山口にて放棄し、山口守備の任に当たっていた市川京吉美と組織簿によって鎮圧された。この戦いで大内氏の交渉である恩家主従が負傷しつつ奮闘し、元成から称賛されている。さらに大内氏の重臣であった党氏、内藤氏、杉氏、戸板氏などの維新が与党を急合して、傍聴各地で放棄。 11月10日には、大内市心の草橋、小原市、川越白が、吉高の意地といた亀鶴丸を擁立して、山口に乱入し、障子が竹城に籠城した。この時、たまたま山口に滞在していた毛利方の内藤、高春は、西賀高利と共に鎮圧に乗り出し、翌11月11日には、西賀高利が障子が竹城を吸収して、病県先山で、 大内氏残党軍を打ち破った。この戦いで、杉主月の維持、松千代の軍勢は、敵兵の主級を三十五上げ、勝又聖堂は負傷しつつも門伝氏の維新二人を、打ち、三古本邸、有馬瀬虎も、先行を挙げた。また、同じ頃に、山口に近い糸前においても、大内氏維新が放棄を企てたが、百姓、与た三衛門の内通によって、 放棄を事前に察知した、熊賢治家によって未然に鎮圧され、長戸国においても、大内氏維新が放棄したが、長戸国一宮、住吉神社の大宮寺であるが、田森実ノルが、勝又治政と協力して鎮圧した。さらに、巣王国の徳寺、富海、富田でも大規模な大内氏休審の放棄が起こったため、大内氏の交渉で、巣王国切れ山穂に所領を有する。 はの勝つが兵を率いて、豊富の宇だが竹城に牢城して、特殊方面の放棄を防ぎ、小玉成忠の悲観である、大楽彦三郎が別所城に牢城して富田と、深い方面の放棄を防いだ。大内支給心の放棄を知った元成と、龍玄も11月18日に再度出陣していたが、元成らが富田に着陣した11月末頃までに、 判断はほぼ一掃されており、元成らは12月26日に吉田へと帰着した。なお、元成が三つ子教訓上をしたためたのは、富田の省へ、毛利氏大内氏の所領であった須王、長戸を平丼することによって、毛利氏は一気にその勢力を拡大し、天子氏と並ぶ中国地方有数の大大名となった。そして、岩見銀山をめぐって、天古氏と博多の権益をめぐって、 九州の大友氏との本格的な対立が始まる。なお、毛利氏に抗おうとする大内市山等の総統が完了するのは永禄十二年までかかった。また、傍聴計略で地下人らの強い抵抗に直面した元成は反発の原因となる軍勢老石などを防ぐために秋国人衆十二名による形状を作成している。これには岩見に進軍して傍聴計略には不在だった。 吉川元春らの名前も記されている一方で、禁止事項の適用範囲、期限が明確にされていないことから、毛利氏が国人領主から戦国大名に転身することを図ったものと考えられている。大内市議長の死により大内市の政党は断絶したが、大内義高の重邸の大内照広が残っていた。北九州で毛利、大友の戦いが続いていた。 A612 年には、大友氏の支援を得て、山口に乱入するが、これにより、大内氏は、歴史の表舞台から姿を消している。大友氏文後の大友義主は、実定の大内義長を見殺して、巣王国への影響力を失うが、大内氏丘陵の武前、筑前を占領。A62 年6月には、武前国、筑前国の守護に任じられている。一旦は、 毛利氏と和を結んだものの、後に、九州博多を目指す毛利氏と北九州で激しく、戦い、照広の山口侵入を獲得する。天子氏マ田ダ夫事件を介して、大内氏と和解氏同盟関係を結んでいた天子氏は、新宮島を粛清後に、軍事、天子宗家権限強化をすることにより、備前浦上氏を攻めるべく、備前へと進行していた。だが、東春方が戦死してから、 岩見銀山の大内氏勢力が交代したこともあって、この隙をつく形で岩見銀山を奪回、銀山付近の忍ぶ原位へと進出してきた吉川元春、忍戸高家軍を撃破している。毛利氏が岩見銀山を奪回するのは、永6年間の雲芸和儀まで待たねばならなくなった。当時当時着流は断絶したが、防流の宇野元弘や塔高島は生き残って、毛利氏の家臣となっている。 内藤氏、内藤隆史は自陣したものの、その叔父の内藤隆春が生き残り新たに、内藤氏当主として長年五代に就任した。内藤氏は、江戸時代も長州藩主として続いた。ありがとうございます。